はい、どうもこんにちは。とある一般人のアニメチャンネルです。今日はですね、2021年春アニメの個人的期待度ランキングを発表していきたいと思います。もう冬アニメの半クールが終わっちゃって、なんかすごい早いですよね。アニメ見た感じ、なんか E テレのアニメが多くてちょっとびっくりした感じなんですけど、まあどうでもいいですかね。ヒロアカをちょっと言わずもがなの人気なんでちょっと省かせてもらいました。それでは春アニメ期待度ランキングを紹介していきます。第1位、幼なじみが絶対に負けないラブコメ。こちらはライトノベル作品ですね。特にライトノベルを読んでたっていうわけじゃないんですけど、五等分の花嫁の声優の3人、風太郎と四つ葉と五月の声優さんがいるっていうのと、なんかのアニメで流れた CM で結構面白そうだなーって感じたからですかね。第2位、いじらないで長トロ3。こちらはマガジンポケットっていう漫画アプリで読んでたからですかね。 PV 見た感じだと長トロさんちょっとあれ声違うかなって感じもしたんですけど、まあ結局はあこの声優さんでよかったなってなると思います。からかいレベルが極みの作品ですね。第3位、恋と呼ぶには気持ち悪い。パッて見た感じだとなんかオタクに恋は難しいみたいな感じがしますよね。 PV 見た時に全身にビビってなんか来たんで多分面白いと思います。わかる人がいたら嬉しいですね。第4位、キングダム。こちらは去年5話くらいまで放送してたんですけど、コロナの影響で延期になっちゃった作品ですね。こちらはアニメでいうと第3シリーズになりますね。キングダムの中で多分一番熱いシーンだと思うんで、ぜひ見るのをおすすめします。時間があればアニメの第1第2シリーズと漫画で言うと21巻くらいまで読んでおくとより楽しめるかなって思います。第5位、ヒゲを剃るそして女子高生を拾う。こちらもライトノベルの作品ですね。タイトルがなんか面白いんでちょっと気になってる感じですね。今挙げたこちらの5作品は今回の春アニメで視聴しようかなって思ってます。個人的には冬アニメの方がそそられる作品が多かったかなって思ってます。まあ1話を視聴しない限りは何とも言えないんですけどね。なので楽しみに待ちましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。前半少し急ぎ目で喋ってたので聞き取りにくかったらすみませんって感じです。ご視聴ありがとうございました。